はい、酒好きの元新潟地練習動画です。今回は新潟のね、僕のスーパー故郷のね、まあ、僕のね、地元のお酒をの紹介したいと思います。これも前紹介したと思いますけど、また紹介しますね。こちら、菊水の辛口、こちらね、これ、ね、足立区のね、東京のね、足立区のね、ローソンで売ってました。値段が約900円。こちら 720ml。アルコール度数15度。原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコール。そして精米部合が 70%。菊水酒造株式会社、新潟県の柴田市の、島形750。750ってことは750かね。わかんないけど。750だから。750か。うん。となってます。こちら本醸造となってまして、普通酒の1ランク上ですね。の、日本酒となってます。日本酒買うのマジで久々だな。新潟清酒の定番とも言える淡麗辛口酒、清流のようなキレの良い味わいは、缶にしても冷やでもその特徴を失うことなく飲み飽きずにお楽しみいただけます。飲み頃、味わい温度とか、味わいと飲み頃温度っていうのが、分布がね、このマークで記されてます。こちらが、中間と辛口の間ですね。まあ、やや辛口といったところでしょうか。これ辛口じゃないんだね。やや辛口なんだね。そして、香りが一番穏やかと華やかの中では、穏やかに一番振られてますね。いわゆる香りが一番穏やか。で、飲み頃温度がロック丸、冷やして丸、常温丸、人肌感丸と書いてあるんですね。まあ、これ本当に買うの久々だな。マジで久々だな。日本酒なんて相当買わねえから。日本酒なんて本当に買わねえから。マジで。で、先ほどローソンで買ってきました、こちら。桃とぼんじり。ね、つまみに買ってきました。桃塩とぼんじりタレね、買ってきました。これをね、食いながらね、じゃあ新潟のね、柴田市、まあ柴田は有名な、酒造はこれぐらいしかないですからね、まあ、まあむしろしまだね、有名なね、酒造があるだけマシですね。菊水っていうね、割と、まあ有名な、どこでもね。ちなみに、さっき言ったローソンで買ってきたんですけど、ローソンで売られてる中で、この辛口は、この瓶 720ml しか売ってませんでした。で、あとは、船口の菊水一番搾りは、売ってました。冷蔵庫で、ね、売ってましたね。じゃあ乾杯。うん。ああ。うん。うん。まあ、俺から言わせるとまだ甘いですね、やっぱね。この分布図からして中間と辛口の間ですから、やや辛口といったところですか。うん。まあ。やや辛口ですね。うん。腰の乾杯はもっと辛口で、最高辛口ですね。俺が飲んだ中で一番辛口でしょ、あれは。日本酒もわりかしいろいろ飲んできましたけど、腰の乾杯が一番辛いんじゃないかな。辛いっていうかもう甘さが一切ない。ほぼないよね。多分ないに等しい。
腰の乾杯の普通酒なんですけど、多分一切ない。で、ほとんど水です。ほとんど水です。あれは。で、それを批判するのが俺の、あの、いとこのね、今多分40歳ぐらいのおっさんなんだけど、あの、結構酒飲みなんですけど、あの、批判されましたね。俺が腰の乾杯好きだって言ったら、あれは水でしょとか言って、批判されました、ね。まあ確かに水ですね。でもそこがいいんだよね。あの、水みたいな口当たりと、あの、さらっとした喉越し、そして、ほのかに香る、米。うん。やっぱこれもちょっと甘いっすね、やっぱね。まあでも、普通に考えれば、まあ辛口の部類でしょ。いただきます。うまっ。でかい。ボリュームがやばい。うまっ。ちなみに俺結構、あの、新潟から最初俺、大阪行ったんですよ。大阪で4年間ぐらい、あの、暮らしてるんで。結構大阪弁まだ出るんですよ。そうなんですが、こちら、菊水にですね、新潟弁のお酒があります。それがこちら。菊水のおばんです。おばんっていうのはこれ、晩、夜っていう意味の晩って、あの、これなんていうのこれ、晩ってさ、あるじゃん。わかるだろ。漢字がね、おばんですって。晩っていうのが、あの、漢字で、今晩、今晩、晩、ね。今晩の晩です。これ、お晩ですっていうのはね、よく、あの、昔からね、俺、ガキの頃からね、まあ、不思議とも思わなかったんだけど、あの、お晩になりましたーって言うんだよね。なんか、誰が来ると、お晩になりましたーって来るんだよ。来客があるとね、夕方以降に来客があると、お晩になりましたーって来るんだよ。人が。いわゆる、おばんですは、地元柴田地方で、こんばんはという挨拶言葉になってますね。書いてあります、ここに。ああ。なるほど。でね、よくあるのがね、この新潟言葉出るかって言うと出ないんですよ。うん。発見ぐらいですね。うん。俺がよく、出る言葉といえば、ハッケっていう。新潟弁、ハッケですね。ハッケ。ハッケっていうのは、まあ、何かっていうと、ひゃっこい、冷たいから派生して、ひゃっこいになって、それがハッケになった感じですよ。で、普通にひらがなでハッケって書きますけど、氷をいきなり、まあ、背中に入れられたりとか、いきなり水を、冷たい水をぶちまけられたりとかすると、ハッケーっていう、ハッケーってなります。これは昔からもう、突如として出る言葉、いわゆる、もう、何の考えもなし、いきなり出る言葉っていうのはあるじゃないですか。あれは方言が出ますね。あと何出るかな？で、自分で考えるともうわからないんですよね。もう、常用句として使ってるから、
もう通常の言葉として使ってるから何って言われると難しいんですよ。何使ってっかなみたいな。うん。だから新潟弁でね、何使ってるかっていうのね、言われるとね、たまにさ、言われるんですよ。新潟弁って何があるんですかみたいな。言われるとね、困るんですよ、ね。もう常に使ってるから、可能性があるからね。多分、使ってるから、うん。難しいんですよ。で、関係ないですけど、こちら越後の酒らしい淡麗辛くて冷やでも熱燗でもその切れ味の良さを楽しめます。酒の魚との相性も良く毎晩でも楽しめる嬉しい一本ですと書いてあります。これは普通酒で、すっきりとした辛口で、精米部合 70% アルコール度数 15%ってなってますが、何が違うんですかね。で、ちなみに1.8リッターしか出てません。こちらお晩です。飲み頃温度が冷やしてオンザロックがダメで、冷やしてが丸、常温丸、人肌丸、熱燗丸ってことは、まあ、中口ってところなのかな？これの辛口、これは違うよね。多分ね。うん。これとは違うよね、さすがにね。これと同じだったら、同じ配合表だったらさすがに切れるぜ、これ。さすがに違うだろ。あれ？多分違う。なんか味わいマップを見るとほぼ同じなんだけど。でも普通酒だからな。あくまで。これは本醸造だから、やっぱそこが違うんだろう。でもそうなると俺もおばんです。おばんなります。ちょっと飲んでみたい気もするね。うん。でも飲み頃温度はやっぱ違うんだよ。これオンザロック丸になってる。多分、そこのなんか違いなんだろう。ちょっと違うけど、何もほぼ変わんないみたいな感じなの。どちらかというとなんか辛口、このおばんですの方がなんか辛口の、方に振られてるけど、どうなんだ。このおばんですはちなみに多分新潟しかほぼ 100% 売ってません、ね、あの東京では売られてるの見たことない、うん、味わいマップっていうのをこのグラフ的なやつを見るとこのおばんですの方が、これの辛口よりも、辛口度、味わい度っていうか、辛口か甘口かを表示するやつが、このおばんですの方が辛口になってるんですよ。それが気になるんですよ。ちょっとそれを飲んでみたい気もするけど。もっとやっぱ辛口がいいよな。うん。木薬はね、もっと辛口を出すべきですよ。ここの、いわゆる、辛口と中間の間のやや辛口じゃなくて、もう辛口に全振りしたやつ、出すべきだと思いますよ、僕は。
基本的に菊水って馬口っていう言葉が合う、まあいわゆるちょっと甘くてうまいのが多いっていうか、多分辛口に多分全振りしたやつが今のところ多分ない。今ねマップを全部見たんですけど、全商品のやつ見たけど、見た感じいわゆる辛口に全振りしてるやつがないです。存在してない、存在しないです。全ラインナップを見ましたけど存在しないっぽいです。多分一番辛口なのがこの菊水のおばんですっていうのが辛口で、時点でこれかな。なんで、もう辛口に全振りしたやつ作った方がいいと思う。うん。菊水はどっちかというと、うま口、ちょっと甘口、ちょっと甘い。辛口ではないんだよ。ちょっと甘いっていう感じ。ちょっと甘くて、ちょっとうまい。ちょっとうま口、甘口、うま口みたいなぐらいなんですよ。それが、まあ、残念といえば残念なんだけど、まあ、個性といえば個性なんだけどさ、うん、まあ、そんな感じですかね。まあやっぱりちょっとこの俺ぐらいのさ辛口マニアになると、まあ30代超えてくるか25歳ぐらいからもうすでにその傾向はあったけども、もう甘いのがねダメになってくる年頃ってのはあるんですよ。いわゆる女ってさ甘いの好きじゃん。でも男って結構甘いの嫌いな人結構いるんですよ、うん、俺はどちらかっていうと確かに辛いの好きなんだけど、別にバレンタインデーのチョコとかもらったら普通に食うんですけど、うめえなって食うんだけど、ただ飽きが来んだよな、ああいうチョコレートってな。結構すぐ飽きが来るんで、いわゆるしょっぱい系って飽き来ないんですよ、うん、おそらくそれのあれなんだろうな、それの違いなんだろう。女って多分逆なんですよ。しょっぱいのって飽きてくるんだ、で、甘いのは飽きないって感じなんだと思うんだけど、おそらく俺はそれの逆なんだ。だから、ちょっと食うんだったら別にいいんですよ。バレンタインデーのチョコもらったことないけど、まあ、あくまでもらったと仮定して、食う、そのチョコレート一人分ぐらいのチョコを食うんだったら別に問題ないんですよ。ただね、毎日食うってなるとね、きついもんがある。まあ、それは女性の皆さん、まあ分かってもらいたいですけど。だからつまみにこういうね、しょっぱい系の、まあ物を食べてる。
あ、うまこれ。ボンジュー、うめえだ。うん。実に脂が。乗ってて美味しい。やっぱ日本酒ってビールとかに比べると明らかに甘いじゃないですか。もう口につけた瞬間に甘えなって感じるんですけど、もうそれがもう、もうこれぐらいのこの辛口って言っても言ってるけど歌ってるけど、やっぱ甘いんだよな。俺ぐらいのスーパー辛口マニアになると思う。結構そういう人いると思うわ。だから、まあ、個人的に言えば、菊水にもっと辛口が欲しいかなって感じはしますけど、もうちょっとドライでコクもなくして、もう完全ドライみたいな、水みたいなやつ、いわゆる腰の乾杯みたいなやつとか八海山みたいなぐらいの、あの水っぽさっていうのかな、もうコクがない。あの八海山とか腰の乾杯ってコクが全くないんですよね。いや別にあのけなしてるわけじゃない、コクがないのが逆にいいんです。でそういうのってなかなかないんだよね。コクがない日本酒ってなかなかやっぱ難しいんだと思います、おそらく、うん、まあこれはまあわりかしうまいんだけど、まあまあまあぐらいでしょ。やっぱちょっと甘いは甘い。これにちょっと五つ星をつけるのはどうかと思います。もうちょっと頑張ってもらう。2344です。ご視聴ありがとうございました。